肝精神とも同じくらい大切なんです。だからどちらも手を抜きませんよ。プロデューサー、湯飲みが空ですよ。入れましょうか。あ、プロデューサー、お疲れ様です。はい、お芝居のレッスンが終わったので、これからフェンシングのレッスンに。そうでもありませんよ。どちらも好きでやっていることですから。プロデューサーは今からお帰りですか？お仕事お疲れ様です。え、そうなんですか？プロデューサー忙しいんですね。え、そんな大丈夫です。私一人でも。ああ、すみません。あの、ありがとうございます。なんだか少し嬉しいかも。